ゼロリセット。はい、こんにちは、ゆうこりんです。今日はこの私たちが開発したイノベーションカードっていうものを使って、今月ね、8月皆さんの中でもこういろんな転機を迎えている方もいらっしゃると思うので、その人たちにとってより良い人生にこうつながっていくような、ちょっと一言アドバイスをこのカードから得てみようというふうに思います。よろしくお願いします。じゃあちょっとなんかタロット的な感じなんだけど、これこの間、ビーイングバリュー協会でやっている一目会っていう会があるんですけども、1時間半ぐらいなんかいろんなことを学んでやったり体験したりする会なんですけど、でその時にこの前回のテーマが自我と自己、自我っていうエゴですよね、と自己、セルフって言われている、その自己と 自我と自己って何が違うのみたいなのをみんなで考えさせていただいた時に、最後にこのイノベーションカードを使ってお一人お一人ちょっとメッセージをもらおうよというのをちょっとお遊びでやったら、それがとても良かったっていう話なんで、ちょっとこのカードを使って皆さんにとってのアドバイスになるようなものが届けられたらいいなっていうふうに思ってます。で今ここに4枚カードを出すので、ABCD って形 で自分が A か B か C か D かどれか1個だけ選んでもらって、でその選んでもらったカードの解説をちょっと聞いていただけたらなっていうふうに思います。よろしいですか。じゃあ A の人はちょっと綺麗にしとこうかな。で A の人は何だろう、これかな。はい、A ね、これ B だね、そしてこれが C で、これが D、 これかな。 A と ABCD というふうに、ちょっとお邪魔だからこの中にしまっちゃいますね。自分は、自分なんとなく気になるのは B だなとか、直感的に A だなとかっていうふうに一つだけ決めていただいてください。よろしくお願いします。じゃあまず A の方から見ていこうと思います。 A のカード何でしょうかね。じゃん、おー、名前を変えるが出ました。この名前を変える、この A の人は多分こう自分はこういうものだとか、私にはこういうとこがあるとか、私俺にはこういうものこういうことなんだ、俺はこういう人間なんだみたいなことして、ちょっと固定観念が強いかもしれないんですね。なのでその呼び名を変えてみる、もう自分の中の呼び名でいいので、例えば私ってなんて頑固なんだろうっていうふうに思わないで、例えば頑固っていうものを裏返してみたら、それはしつこくやり続ける力かもしれないし、なんか最後まで考え抜く力かもしれないし、こだわりを持つっていう美意識かもしれないですよね。だからその自分をストップさせているような、ネガティブなキーワードの名前を変えて裏返してみると、それってこう自分にとってどんな活用ができるかっていうふうに考えてみるタイミングだよっていうことだと思います。そういうふうに捉えてちょっと参考にしてください。はい、これ A の方ね。じゃあ A の方終わり。じゃあ次 B ですね。 B3、おー、これをじゃん、捨てられないものは、これがね、捨てられないものありますよね。で例えば自分で、これやめた方がいいな、ものだけじゃなくて自分の癖とかで、これやめた方がいいなとか、人間関係で、この人とはもう会わない方がいいんだよねって、もうなんか付き合っちゃうんだけど本当後でくたびれちゃうんだよねみたいなことあると思うんですね。でそういう人間関係とか、もう自分のものとか考え方、
のうちにこう捨てられないって自分が思い込んでるだけかもしれないんですよ。だそういうものをちょっとでも心が塞ぐものをもう全部書き出していって、で人っていうのは他人はちょっと変えられませんから、自分 の, あのマネジメントが効く部分から、例えばベッドの周りから整理するとか、あと本を思い切って整理するとかっていう風に、捨てられないって思い込んでるだけのものっていうのがあるはずなので、それをすっきりさせてみたらどうかなっていう、そういう8月だと思いますので取り組んでみてください。よろしいでしょうか。はい、じゃあ C ですね。これを選んだ方、これは何でしょう。しょ、おじゃーん、違う場所に置く。このね、違う場所に置く、これは自分今、まあ、コロちゃんの影響で、まあ、移動が限られているんですけども、そういう考え方も違う場所に置いてみるっていうことが大事なんですね。だからなんか怖いとか恐怖とかなんか不安であるっていう状況があるとしたらば、それをじゃあこれちょっと視点を変えてみるっていうのも違う場所に置くことなんです。自分の考え方の場所を違えるところに行くするっていう意味でもあるの で, でそのちょっと例えば、まあ、自宅にいらっしゃるんだったらば、ただ足を伸ばして近所の公園に行ってみるとか、公園だったらまあ屋外でそんなクラスターとかも心配ないと思うので、ちょっとこう風に吹かれてみるとか、普段やっていないことをやってみる、でそういう自分に違う刺激を与える場所に行くことによって、ちょっと考え方を変えるチャンスが来てるんじゃないかなっていう感じのカードですね。なのでこれはその場所って書いてあるんですけども、その考え方を変えるっていう風に今回の場合はまあ解釈できると思うので、そういう視点で見るとちょっといつもと違うような本を読んでみるとか、違うジャンルのことをやってみるとか、違うことをするっていう意味でもあるので、そんなちょっと違ったことにチャレンジするっていう、まあ、大きなチャレンジじゃなくても大丈夫なので、違うことをやってみる、違う視点を持つというふうに捉えてもらえたらと思います。でもしかしたらいつもいつも、まあ、同じような考え方をぐる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 しちゃってて、あ、なんとなくモヤ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 している状態が続いているのかもしれませんね。ありがとうございます。はい、じゃあラスト D の方、こちらですね。これはじゃん、見に行くですね。でこのこれ飛行機 の, 絵なんですけども、今実際ちょっと海外に行ったりするの大変ですよね。でも心はいつも自由なんですよ。自由でいてほしいっていうことだと思うんですね。だから例えば自分が懐かしい場所を思い出すっていうのも、実はそれを見に行っているって言えるんですね。そのためにこう今ちょっとギスギスしているような感じがするんですけど、そういう状況から例えば自分がホッとする場所をこう想像する、そこでこう深く深呼吸するだけでも自分がちょっと穏やかになると思うんです。でそういうふうに自分にとってすごく心地のいい場所だったり、自分が穏やかな場所だったり、自分自身がなんかこう安らぎを感じるっていう、そういう想念、イマジネーション、それを使ってそういう場所に自分を行かせてあげる、そんなところを見に行くっていう、訪ねてみるっていう感じで、こう自分のこう想像力とか心っていうのは常に自由ですから、そういうものを大事にしてこう自由な気持ちでいてくださいっていうことが大切なんだと思います。こうやって見るとやっぱりなんかこの4枚のカードにもこう共通点があって、こういうその名前を変えるっていうことだったり、捨てられないものは一体何だと思ってるのだったり、こう違う場所に行ってみようよ、違う場所に置いてみようよっていうことだったり、実際に見に行ってみようよみたいなものは、これはもう過去のとらわれを変えて新しい視点を持つっていう、なんかそういう4枚のカードのこうグループが作られているんじゃないかなっていうふうに思います。でこれはまあいつの時代もね大事なんですけども、いつの時もね、だからもうなおさら今月例えば8月を過ごしていく時にこういうことを大切に思いながら過ごしていただけたらと思います。ありがとうございました。バイバイ。バイバイ。
それでは皆さん、チャンネル登録よろしくお願いします。